な、あ、あ、お前、タクシーの、サビサビ、こいつらで間違いねえんだな、富澤。あ、はい、間違いないです、山井さん。はあ、なんだ、こいつ。あれ、こいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああ、そうだ、春日だ、春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし、工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと3食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざ、なおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC に、まだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ、ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。春日さん、私もサポートしますから。ありがとよ、エイちゃん。チャンスです。頼りにしてるぜ。ぶちかます。よし、組んだ。ほら、どうした。弱っ。でやっ、でやっ、ガンガン行くぜ。ありゃっ、ふっ、ぐっ、やってやるぞ。春日さん、チャンスです。こっち見ろよ。ぶちかます。ガツンと行くぜ。よし、春日さん、
チャンスです。ガンガン行くぜ。ほら、だらしねえな。おいよ、大丈夫か、エイちゃん。大丈夫です。ただ復旧に少し時間が。よし、やるぜ。へばってんじゃねえよ。受けてみな。身だしなみ整えていこうぜ。やってやるぞ。ぶちかます。ガツンと行くぜ。よしよし、連中の分析が完了しました。ガンガン行くぜ。はあ、カスカさん、手伝います。ぶちかます。受けてみな。やるじゃん。掴めたんじゃねえか。悪いな、エイちゃん。追っ手が来るともわからねえ。逃げるぜ。は、はい。PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送ってあげましたから。本当か。俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも。根性あるぜ、エイちゃん。そんな、やるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。春日一番か。